カナディアはカンブリア紀中期に生息していたタモール類の属の一つ。バージェス結岩のおよそ5億500万年前の地層から発見されている。全長は3センチメートル程度。1911年にチャールズ・ウォルコットにより発見地のカナダにちなんで名付けられた。ハーシルイ層からは28個体が発見されており、これは群衆の0.05%を構成する。 最も大きな特徴は、背に沿って、背側のがーから伸びた、多数の脂肪であり、これは、多毛類の特徴である。微細構造の研究からは、脂肪が構造色を示した可能性も示唆されている。口全容から伸びる触手には、感覚器官があったと推測される。消化管は、直線で、糞を体外に突き出すことができた。消化管から体積物が見つからないため、 肉食であったと考えられている。また、霜を打ち振ることで海中を泳ぐことができた可能性もある。また、腹足の側足を用いて海底を歩いたかもしれない。全長は5から20センチメートル。関係動物内での本種の位置づけには様々な説があるが、ガ足の存在から多毛類であることは広く受け入れられている。ビワクシアに近遠と考えられていたこともあり。 共にサシバ5回目カナディア上下とされたこともあった。だが、近年は、ワクシアは、関係動物ではないとされており、原生多毛類との関連は未だ不明である。ありがとうございます。